ではですね、扇森稲荷神社高等様のですねおみくじ、参りましょう。今回は、動物のおみくじですね。もう可愛いですね。200円です。原価はどのくらいか知りませんってことはないです。それではいきます。じゃん。お、立つではないですか。龍ですね。ちょっと後で、この意味を読みたいと思います。そして普通のおみくじが中に入っております。ちょっと開けますね。それではおみくじ開けます。じゃん。吉か。中吉、大吉ときて、今年三発目は、上の吉でございます。メールが来たな、なんか。そうですね、仕事とか。まあ、けど、良くなることですね。まあ、時間かかっても大丈夫。なんか、テーマは時間って気がしますね。恋愛も昔あった、もしかしたら復縁があるかもしれないと。わおっと。